じゃあ、はい。はい、走るやん。何ですか。ボワッと急に来るから、ね、最初気合いパンと言わなかったね。影山さんもあの PCR 検査を4回やった。2月、キャンプ中にね。キャンプ中に。あれ簡単ですか今。もう唾を出すんだけど、年取ってくると唾が出ないんだよ、唾液が。本当ですか。阪神のオーナーも大変だったみたい。唾液出すの。唾液出すのって大変ですか。年取ると大変になってくるのに。分かるよ、65になれば。65ですか。5、今年6だから。元気だろ。うん、まだな。ちょっと失礼な話、はい、大橋巨泉とは言われないですか。言われたことないね。本当ですか。コメント欄に大橋巨泉さんみたいな。俺なんだか、こう風貌がかね、うん、あ、そう。巨泉さんは面白いからね。いや、かけるさんも十分面白い。よくハワイでキャンプ張った時にさ、はい、巨泉さんがマウイ島に別荘を持ってて、はい、俺全然そんな知らないじゃない。で練習したら、かけかけって言うんだよ。俺のことかけって誰だと。巨泉さん、おで今日練習終わったら食事に行こうよと誘われて、はい、で休みの日ゴルフ行こう、はい、で行った。うまかったね、シングルだったから。ああ、ゴルフがね。いや、飯がうまかったのかな。いや、飯もうまかった。だから、何食ったのかなと思って。飯は中華料理、美味しい中華料理あるからと。ただその前日に、俺たち平田とその中華料理行ってたのよ、もう。すでに。ね。で、巨泉さんが、うまい中華料理あるからと。行くぞと、平田。多分あの店だと思うから、いいか、お前ら絶対昨日行ったって言うなよ。うまいうまいって来なあかんでって、みんなで言って、で行きました。店の人にも昨日来たって言わないで。また平田もうまいでしょ。うまいから平田もうまいですね。ね。で巨泉さんがじゃあ明日休みだったらゴルフ行こうよっつって、平田と俺ともう一人誰だったかな、バッティングビジャーの人かな。で巨泉さんとやった。巨泉さんうまかったな。わかった。うまい。70代で終わったんじゃないかね。影山さんも。いや俺はもうダメ。あんまりゴルフ好きじゃないですもんね。格好、ね、うん、から入るタイプだ。でスライスするでしょ。スライスする。大体。うまいの。テレビで一回見たな。見たのゴルフ。右だよね。もう左でもできます。え？両方できんの？両方できる。影山さんどっちですか？いや左。左ね。え、基本的にどっちでやる？今右です。で左のクラブも入れてます。で左でやると左で簡単にできるの？あ、できます。で今ハンデどんぐらいあるの？シングル？いや右は12か。左の方がいいの？いや左は、いや左でハンデ取ってないんですけど、まあまあ一応両方できるという。ああそう。脱線したけどさ、話ごめんね。だいぶね。どうやって戻そうかな。そうそうだろ、今俺もそう考えたんだけどさ。でもまあ PCR お前が巨泉さんって言ったからね。でも認めますから。いや当時の巨泉さんと似てる。ああ、ありがとう。じゃあそうして、こういう眼鏡するか、黒縁の。あ、いいじゃないですか。なあ、巨泉です。ちょっとやってみろ。ああ、それもいいんだけど、PCR4 回。4回ね。阪神はね、はい、あの球場に1回取ったんだけど、2箇所で調べるからって言って、2箇所 ?2 つ取られるの。だから出た、唾液出ないのだから。だからオーナーが大変だったから。うん、結構出すからね、あれ唾液。唾液って唾でしょ。唾。出ないですか。なかなか豊か出ないもんだぞ。掛布さんサード守ってるってやってたよ。しいの。土があれば出るよ。あ、土があれば。あればね。巨人さすがだなと思ったら、沖縄にね検査場を作って、はいはいはい、そこだからマスコミの方たちが長蛇の列になったんだわ。でもまあ阪神では佐藤。話戻したね。はい。うん、まあ、戻さないとね。佐藤。はい。佐藤。はい。で巨人では気になった選手がいました。秋広くんっていうほら2メートルのでかかったですか。やっぱでかいんだけど、打席に立つとね、こう2メートルの大きさはあるんだけど、バランスがよく構えられてるんだよな。だから構える位置だとか足のスタンスの、あ、だからもうちょっと2メートルだから手足が長く見えてね、はいはい、持て余してしまうんじゃないかなという感覚で見てたんだけど、すごく腕も小さく使えるし、ロングティーなんてやったらすごいよ、豊か飛距離が、うん、それでいて、まあ、佐藤もそうなんだけど柔らかいよね。柔らかいです。対応できるでしょ。柔らかいです。柔らかいだろ、はい、
あれだけのサイズの野手って今までいたのかね、日本で。ジャイアント馬場さん、馬場さんピッチャーだもんな。ピッチャーだもんね。いやでもね、掛布さん、あの掛布さんも高校からパッと入って、でも鍛えられたわけじゃないですか。でも一軍帯同で、帯同でやっぱ秋広の気持ち分かるでしょ。疲れるんじゃないですかね。だからね、あのだから これは俺の野球の中の言い訳にと思って聞いてくれ。で18歳から22歳ぐらいまでの大学まで行く4年間っていうのは、体のやっぱり大人になる変化っていうのは当然あるんで、はい、そういう中であの大人の一軍の中でやっていくっていうのはね、とんでもなく疲れる。ですよね。疲れる、精神的にも肉体的にも。だから高校ですぐレギュラーに出るような選手って10年目か10年ちょっと超えたぐらいにやっぱ怪我する選手多いんだよな。掛布さんもそう。俺もそうだから。松井もギャーッニュアンスでやったでしょ。清原も大体そのぐらいで、あの肉体改造みたいの、そうせざるを得なくなっちゃうんだよな多分。そのやっぱ無理が溜まってる、無理が溜まってると思う。だから僕は大学出て22歳ぐらいの豊かたちのように、それでプロ野球に入った方が俺は今いいんじゃないかなと思ってる一人なんだよ。だから秋広君っていうのがどういう形でその原監督が育成していくかわからないけど、まあ今の時代だと一軍で帯同して育てていくってのはまず考えられないだろう。まあゲームで鳴らさないといけないですね。鳴らさないといけない、はい、そうなるとやっぱり二軍で育てていく、そういう中でやっぱあのサイズだとね、一番怖いのは怪我だな。まあそうですね。それがなければ3年後は俺レギュラーで一軍で出てると思うな。3年かかります。いや俺がかけてほしいの。ああ逆に、ね、逆に俺は。ああなるほどなるほど。あの今までにないことを今巨人がやろうとしてるわけだな。ただそのロッテの藤原とか、うん、まああの中日のネオとか、うん、あの安田とか、安田、まあ、村上もそうですよね。村上はもうボッと使ってるじゃないですか。ああいうわけにいかないですか。いかないだろう。いかない。チームが許さないだろう。そういうチームじゃないもん。勝たなきゃいけないもん。まあそりゃそうですね。そうだろう。ほんと一枠育成枠で取れるかね。一軍ベンチを、一軍ベンチ、あやっぱり優勝するんだったら厳しいでしょ、ね、厳しいでしょ。その一枠を。だから俺が入った時、金田さんって監督だったんだけども、金田さんがコーチの方たちに言った言葉っていうのは、もう掛布に二軍の野球を経験させるなと、体と目でその一軍の野球を吸収させろと、目で覚えさせろと。だから野球って豊かもそうだと思うんだけど、教えられてやっぱり技術がこう上がっていくこともあるだろうけども、いろんな人の打ってる姿だとか守ってる姿だとか見て、自分なりにやって自分の野球って作っていったんじゃないの。まあそれはそうですね。そうでしょ。人の教えっていうのはヒントにはなるけど、うん、自分のものにはならない。いやならないじゃない。でこの間ね、ある方とオンラインみたいな形でちょっと喋る機会があって、その人がねすごく興味深いことで、ど素人だよ、ど素人なんだけど、素振りをね毎日100回ぐらいしてますと。でプロ野球の解説者の方たち、脇を締めろ脇を締めろって言いますよねと、はい、でも脇が締まりませんよねってわけ、はい、その通りですと、はい、行く時は脇は空いてますと、はい、で手を畳む時に初めて脇が締まる感覚になるだけですと。だそれは素人さんなんだけど、そういう感覚を教えられるんじゃなくて、素振りすることで、うん、自分で体感してる。体感、そうそう。だから俺たちもその教えることも大切だと思うんだよ。秋広君のようなすごい、はい、将来有望な選手っていうのは、ただ自分で感じさせて自分のものにしていくような形で育てていってほしいんだよな。そうですね。ただ秋広もそうですけども、掛布さんも例えば高校でキャンプに参加してプロの、はいはい、プロの球をいきなり見せられたわけじゃないですか。見せられた。それどうだったんですか。打てると思いました。これが俺ね打っちゃったんだよ。まあ秋広も打ちましたよ、ね、打ったね。俺はそのオープン戦で
初めてスタメンで2本ヒットったわけ、はい、東尾さんから、はい、で翌日近鉄電車で4-4打ったわけだ、はい、それで一軍に帯同させてもらったんだけど、ただ真剣勝負になったらとんでもない世界だなと思ったわ。あ、やっぱそうですか。うん、やっぱこっち来るし、すんごい我々の時代って横の幅の勝負だから、はい、縦の変化よりも、はい、そりゃインコースとアウトコースの投げ分けのそのコントロールとそれと変化球のキレっていうのがこんなに違うものかっていうぐらい感じました。感じた。二浦さんの顔なんて見えなかったよ。消えた。これ探しました。どこだっていう。本当に。本当ですか。いやだってこうやってやってこの目の動きの中でこの辺が今見えるけど、ああ高校野球の見える幅って知れてるやん。まあまあそうですね。その上から来るんだぜ。え、投げたの？投げそう。だから松井がね、松井秀喜が最初石ピンのあのカーブ白星ついてん、東京ドームで。これ見えなかったんだよ。見えないんだよ高校生には。それで堀内さんのカーブ、ああ堀内さんの上に上がるんだもん。見えたと思ったら消えるんだもん。これでドーンと落ちてくるから、だから変化球は消えた。平松さんのシュートは怖くなかったけど、こんなシュートって曲がるのって思ったから外へ。ああそうですか。うん、まあ秋広もそういうことを感じながら打席に立ってるということ。この間ね、大阪のあのオリックスとやるときに、山本くんか、あ山本、うん、三三振あれちょっと見てたの、これいい経験したなと思って、うん、あれだけ速くてあれだけキレのある変化球だともう後ろがないんだよ。打てるわけないよね。ああいうことを経験する中で後ろの大切さを覚えていくと思う。打つために後ろ作らなきゃ打てないじゃない。だからすごくあの秋広君っていうのはいい経験をして、それを吸収できるぐらい、なんかいろいろネットなんかで見ててもすごくスマートでしょ、あの子喋り方も。そうですね。ねえ、加藤さん高校はインタビューされてるけど喋ったんですか。全然喋れない。今の俺は信じられないよ。大橋巨星、はいどうも。